こんばんは。前回の続きやっていきます。これプレミアムボール使うガチャやってます。フラッグの色がこの金色じゃないんで、通常ですね92以上97以下が出ますね。渾身のシュート、通常です。どうかな、運が良ければ90あたりから星5出るんですけど、まあ、いいのが出なくても処分したらLBってポイントに変わるんで、あー残念、1枚だけか。はい、いらないよね。もう一回 D かな、リトライしましょう。これも一緒ですね、92以上97以下。さっきは1枚しか出なかったから、あれより悪いことはないんで。あ、これキラーだね、いいね。でも持ってないね。あれをね、星5に移植すると星5がキラーカードに変わるんですよね。いやーダメだな、これ。お、96、まあまあだね。でもいらないよな。そうだよね、いらない。これか、あーいらんなー。処分すると LB ってポイント、この星5のやつはね、1万になります。で星4だったら500だったかな。それから今やってるイベントがタイプリミテッドマッチ、あと7日間、それとあと24時間で、ランキングサーカスが終わります。タイプリミテッドマッチでね、キラカードが欲しいんですよね。例えばこの今バランス、選手にタイプがあります。テクニックタイプとかパワータイプとかスピード、スタミナ、バランスで、それでデッキを組むんですよ。でいなかったら、例えばこれとか11人揃ってないんで、選手の横に丸ついてるやつはそのまま数値出るんですけど、これね、そのまま6000で、これロナウドとか通常1万超えてるんだけどレベル1になってるから1233、また落とされてるってことですね。ないんですよ、持ってないから。でこれで今4万でしょ。この次のレベル20をやると、このキラーカード、これこれこれが欲しいんで、やりましょう。もしかしたら負けるかもしれない。こっちの方が圧倒的に勝てそうだったらやめるんですけど、多分いい勝負になると思います。こっちは総合力4万、相手3万4000。快晴のスタジアム、ギリギリじゃないですか、勝つにしても。キックオフは間もなくです。始まりました。通常は画面右下早送りしてます。一人で持っていく。いい勝負になるなこれ。BGM はね、これこの BGM が好き。ずっと言ってますけど。このノリノリの感じがいいわ。あ、いいね。レベル1なのに。いいね。キックオフです。一旦預けて。来た。ドリブル。つけ。ここから打つ。ああ、惜しい。相手のゴールキックになります。合わせ。一旦後ろに戻す。ファールです。あら。イエロー。キックからリスタート。意外といい試合になったでしょ。奪って。オッケー。合わせて自分で持っていく。取られそう。一人で持っていく。数値がねレベル1に落ちてるからね、厳しいっすよね。やばい。やめて。カードは出ません。おお。前半1-0か。危ない。クリアします。ね、いい勝負になってるんですよ。一旦預けて。右に預けて。ここで前半終了のホイッスル。いや、いい勝負だ。さあ、リードしたまま後半のキックオフです。これね、2-3 点取ったらね、飛ばそうと思ったんですけどね。奪って、一旦下げます。いい勝負だ。一旦預けて。
レベル1になってもあのスキルはマックスなんで、それはそれが効いてんのかな。さっきの1点はやばいな、まあ、相手も弱いですからね。一旦預けて、中央チャンス、シュート、 OK、 これはいけるでしょう。とりあえず一旦ここで止めて結果を見ます。やばい、行ったそばから点取られたあれ、あの 2-1 になってる、やばい、勝てると思ったのに。イタリア出す、これはファール、やめて、まあ、変わり、あ、変わった、メッシがいたんだ。変わんないな、両方ともレベル1だけど。あと8分ぐらい、いや、PK もらったんじゃない、これはエリアない、誰が切るの、蹴るの、切るの、蹴るの、あ、レッド、あら、スターリングか、あ、OK、 これはもう決まったでしょう。じゃあちょっともう結果見ましょう。勝てると思うけど、飛ばしていいような気もするんですけどね。前へ出す、これね、ランクマッチしてたら残り5分でも2点取られたりしますからね。勝てた、 OK、 よかった。このね、報酬が欲しかったんですよ。これこれ、このキラーカードのやつ。これ持ってるカードが出たら、そのカードがキラーに変わるんですよね。ちょっともう一枚欲しいの、この39、これも欲しいんで、これはちょっと飛ばしましょう。さっき飛ばしたやつも勝てたんで、なんとかギリギリですね。これもキラーカードを手に入ります。報酬ね、よかった。じゃあこれでガチャ回しましょう。これが欲しかったんで、これですね、これキラーが出るやつ。普通のグローリーしますかね。これはね、1,2,3 が出ます。白が1、黒が2、金色が3ですね。運命のシュートが今、はい、2かな。さあ、1つ、あ、ミリク違う、君は誰だい、あ、違うね、持ってたらねフュージョンできたんだけど、キラー行こうかな。で、4以上後にしよう。持ってるカード出たら、そのカードがキラーカードに変わるんですよ。だから、グレードが、例えば100だったら103ぐらいの能力に変わりますね。期待を込めて、うわ、1! 勘弁して。いやー、なっちゃったな。緊張の、こっちはもう星3が出るんで。運命のシュートが今、どうかな。頼む。いやー、これまたいらないやつじゃない、持ってないと思う。うーん、残念。前回はね、ボアテングだったっけ、出たんでキラーカードにしたんですけどね。緊張の瞬間、銀が4、金が出たら5ですね。いやー、4だね、残念。守ってるやつがあれば星5で、うん、ないっすね。こういう時はね、処分です。まあ、いらないカードをね、処分できるんですよね、こうやって。これだと1万、LB ってポイントになりますね。3、5万超えるとレベルの上限値が1上げれます。まあ、いらないかな。ここはランクマッチですね。もうずっとダイヤモンドっていうとこキープしてます。何回か説明してますけど、この中に超ブーストホイッスルっていうのが出てくるんで、それが欲しいんでずっとキープしてますね。これね、できそうだったらミサンガ使って数値2倍にするんですけど、4点差はちょっと無理だと思うんで、ミサンガ使わない、しかも BP も1でやりましょう。相手の方がね、自分より強いと思います。あー、うん、強いですね。いい勝負のような気もするけど、スキルは一緒。
センスが相手の上。カードが光ってるのはレベルの上限値が、例えばレジェンドだったら81以上とか、普通のカードだったら71以上です。さあゲームが始まりました。パスを出す、パスで繋いでいく、一旦預けて一旦下げます、前へ出す。ジーコいるな。このレジェンドがちょっとね、レベルがね、通常のカードよりね10か、普通のカードは80までなんですけど、レジェンドカードはね90まで持っていけるんで、ちょっと厄介ですよね。マラドーナとか、あとまあロナウジーニョよく見ますね。で結構それにやられる、クライフもそうだし、あ今いたね相手にロナウジーニョ。まあレベルあんまり上げてないんだったらそんなに大したことないんですけどね。やだな、やだ、うわ抜かれちゃった。おお、でもやばい、ここはクリア。切り込んでシュートしてほしいわ、パターンだから。ちょっともうダメだな。おお、いいね。ああとな、フラッグっていうか、あのチームのなんか旗みたいのがあって、それちょっと変えました。今までよりちょっと変えてます。これですね、画面剣 FC の左、これ。今までなんかね、ミラン、イタリアのミランみたいなやつを使ってたんですよ。これこれ、さあリードしたまま後半のキックオフです。画面の右と左に今出てるやつ、この秒が減っていってるやつは、これはね選手何人か出てるスキルです。ディフェンダー何人か出ること。わあ、相手はあれだな、ユニフォームは作ったやつですね。自分のユニフォームは2周年記念の、ホーム用のユニフォームです。中央から仕掛ける、はい、いいとこもらったな。あ、狙うわ、シュート。あー、相手のゴールキックになります。いかん、ここは通さない。中央から仕掛ける、そうだね、そう、イタリア出す、中央チャンス。ああ、いいとこもらった、また。メンバーチェンジのようです。狙わないのかな。おお、狙った。いやー、モドリッチもうダメだな、全然決まんない。パスで繋いでいく、2回もいいとこもらったのに。シュート止まれた。相手のキーパーがいいんでしょうね、よく止めてるわ。シュート、いやー、いかん。メンバーチェンジのようです。ゴールキックです。チャンス、あ、いい、いいとこ。おお、フリーキックももう全部ロナウドに変えたいけどね、早く。数値的にはね、モドリッチの方がいいんで。キックオフです。いやー、あとまだ20分近く、15分ぐらいあるからな。勝ちたい、ここは。やばい、誰も詰めてない。シュート、シュートを止めた。やばい、もう一回来る。いやー、おお、ゴールキック、あと5分。上げて、もう上げて、取られるよ。いやー、取られちゃった。いや、ロスタイム取ってくれれば。まるで鉄壁、勝ちました、今日のゲーム。いい試合、よかった。試合に勝ったら、あのコインがね、ランクマッチコイン6枚、負けたら3枚ですね。この2100っていうので、超ブーストホイッスル交換とか、あとミサンガねとかと交換できます。よかった、まあ、600でもいいや。まあなんとかこれレベル4するとダイヤモンドの、次もダイヤモンドの1からできるんで、まあ頑張って4にします。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。